じゃあ、そうですね。えっ、ー、と、とりあえず、イニシャルボートをまあ共有しましょう。で、えー、と共有して、どの辺が違うのかっていうのを、あの、すり合わせて、で、何かしらにたどり着ければっていう感じです。あと、えっ、ー、と、すいません。一つだけ質問なんですけど、これってなんか、応援みたいなのをするっていうのは、それは4チームのベンチ比較部の応援をするってことなんですかそれとも、えっ、ー、と、あ、先生、マサオさん。 ああ一応できれば4チームのランキングつけたいなとは思ってるけど、あ<ー>まあめっちゃ時間をかけるのもあれだなとは思うので、なんか最後決まらなかったらもうボートでもいいかなと、切りのいいところで。あ、わかりました。えっと、じゃあ、えっと、まず、まあ、とりあえず勝ったチームを決めるっていうのは大前提で、えっと、まあ、応援についてじゃその後にじゃ決めるって感じで大丈夫ですか。うん、そんな感じで。わかりました。とりあえず、えっと、じゃ株の順番だと、あの、松さんからにやっちゃうんですけれども。 冒頭をお伺いしてもよろしいでしょうかこれ緊張するな。<laughs> <laughs> 自分は、まあ、トップ2はショートダイヤグラルなかなと思ってて、今のところ CG のキッチです。うん、あはい、ありがとうございます。両生は。自分もショートクロスで、どっちの応援もあるんですけど、現状 CG 応援です。え、あ、マジでよかった。えっと、僕も、えっと、ショートクロスで、<laughs> うーん若干 CG なんですけど、OA も作れるなっていう感じです。そうですね。こういう場合は、あの他の、えー、とロングダイアグナルとかの話ってした方がいいですかまあちょっと優先順位下げて後からにしようかまあそうですよね。に優勝チーム決まる方が多分大事だから。そうですよね。じゃあ、まあとりあえず、もう、そうですね、ショートダイアグナルの比較を。 そうですね。じゃあ、えっと、すいません、正野さんが、えっと、ショートダイアグナルで、こう、まあ、どちらかというと CG? 結論になったのは、その、どのような背景があるのかについて、お伺いしてもよろしいでしょうか。えっと、まあ、ちょっと端的にまとめるのむずいんだけど、えっと、まず、王の貢献として、大きいかなと思ってるところは、 一、うん、つは、まあ、対 OG の反論という意味で、エクスプロイテーションの,あのエ,クスクルシビエクスクルシビティをまあだいぶ削ったかなっていうのが一つ。で、二つ目に、うんとなんか重要度じゃなくて大きさ順でいくと、一、うん、つのインダストリーとかカンパニーでコンセントレートするより、インベストメントをダイバーシファイした方がリスクが低いよねっていう話。うんうん で、うん、ただ多分これはそんなに評価しがいがあんましないかなと思ってて、理由としては、そのカウンターファクチャルの結局コンセントレートした時のリスクが高いっていうところのストラクチャルリーズムまではいってないと思うからっていうのがまあ結論です。ああ、そうです、ね。で、ラストに評価できるかなって思うのが、その、あのディプティの最後に来ていた MNC のプロフィットが下がるから、それが結果回ってディベロッピングカウントにとっても良くないっていう話。 た、うん、多分 CG との比較で一番大事なのがそこかなと個人的に思ってるんですけど、うんまあ、強く評価できないとまで言わないけど悩んでる理由としては株取得するとポリティシャンっていうのはエレクトラルタームを気にしてショートターミニズムになるっていうところの証明はできていてそれが会社に悪そうっていうのも分かったんですけど。うん そのじゃあ、それとは反対に、インベスターがどれくらいロングターミニズムかっていう証明はあんまりなかったかなとは思っていて、C、はい、って言うなら OG が言ってたところにその話があるんですけど、まあ、OO がそんなに証明できてないっていう点では強く評価しづらいのかなっていうのが、まず OO の感想で、うん、で、それと比べたときに、まあ、CG の話なんですけど、うん、まあ、普通に、 なんだろうな、会社への影響力強くなったら、国が言えること言えるっていうのは、ラウンドのコンセルになっているときに、どういうことができるかっていう話を、うん、まあ、シンプルにめっちゃエクステンドしたと思っていて、うんうん、で、それが、なんかその、なんで、この、ラージステークを取るっていう、ポリシーによってされるユニークネスがあるのかっていう話も、うん、まあ、エクスプロイテーションの話から見て、デュー・ディリジェンスの話したりとか、うん、あと、コレクティブ・アクションの話を、 まして、このバルナブルカントリーが含まれるみたいな話をしていて、まあエクスプリジットに CG が出した話が一番大事とまで言えてないんだけど、インパクトとか雰囲気見ても、うん、CG の方が伸ばせてるのかなっていう、ざっくりとした印象です、うんあ。ありがとうございます。えー、っと、じゃあ、そうですね。両性、これに対して何か付け足したり、もしくはここは違うんじゃないかとか、コメントあったりしますかあ、えー、っと、 まあ、なんか、往々により寄り添うというか、まあ、見てるところは大体同じなんですけど、<laughs> その、まあ、佐々さんが言ってたみたいな、その、DLO の最後とまあ LO の途中ら辺のところが、まあ、ショートクロスの中で一番効いてるプッシュかなって思ってて、なんでかっていうと、その CG の話は、まあ、基本的に、その、なんだろう、こう、企業が、 そ,の自分そ,のそういう国の産業となんかこうの延長上にあるなんか他のセクターを担ってる企業とかを買ってでそれでその自,、うん、自国の中でその産業のサイクルが解決なんか完結するようになった方がまあより産業としてこういいよねみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、その大の,の,の DLO から来てるプッシュって結局その CG のケースってそのなんて言うんだろう ちょっと諦めるわ。Mm hmm. It is contingent on the proving whole industry will function well so that they can benefit the national industry as a whole.、Mm hmm. で、でもなんか、おが言ってるのは、その、these companies unlikely to function well,、mm hmm. but due to the existence of stupid, like, politicians とか、その、高い、mm hmm. 的なプレッシャーでなんかもっと、そいつらの、なんか、税金を取れとか。 分かんないけど、給料上げろとか、うん、なんかそういうディシジョンに、うん、をした結果、なんかその企業がうまくファンクションしなくなるみたいなことは、まあ、ある程度言ってるんじゃないかなっていうふうに思うと、うん、その CG の,ベネなんか CG のインパクトって、その、まあ、テクノロジーがあるってところは取れるけど、中、うん、こう産業としてどんくらい、産業、なんか産,産業化がどんくらいするのかみたいなところまでは、うん、あの厳しめに見ると。 そんなに分からないなっていう、その感じうですね。まあ、大側に立つとこんな感じです。あいや、ありがとうございます。そうですね。自分がどうなのかっていうところについては、そ<あ>うですね。あのまあ、簡潔に2点だけ言うと、まあ、1個目が、えっと、なんかファイナンシャルリスクの話が、ええっと、王からあったと思うんですけれども、それに対して、まあ、CG のプッシュは、ダイバーシフィケーション・オ <noise> ブ<楽>・インズ more likely to happen っていうあの話で、いろいろキャラクターイゼーションとかイラストとかされていたというふうに思うんですが、僕もちょっと正オさんと似ていて、本当にまあダイバーシフィケーションを起こすなんていうか、キャパシティがあるのかもしれないっていうところまでは分かったんですけど、そこまでこう長期的に見越して、カンパニーとか、もしくはその政府が、デベロッピンカントリーの政府が、 あのそこまであの長期的なビジョンを持って、実際にその会社を運営して、実際にそのダイバーシフィケーションがうまくいってっていうところまでは、まあ、そのインパクトをと、まあ、完全には取れないのかなっていうふうにあの考えました。でも、まあ、ただ、まあ、ある程度、ファイナンシャルリスクの話を、まあ、ミティゲートしたのかなっていうのが、まあ、この1点目の、まあ、最終的な評価で、で2つ目の,おそのよりえっとコンテンシャスなところが、まあ、そのカンパニー、えっと 国が、えーと、発展途上国が会社を、まあ、企業を、まあ、コントロールできるっていうのは、まあ、とりあえずラウンドで混戦なので、じゃあどのようにそのコントロールするのかっていうので、往、まあ、o と CG が結構クリアに割れているのかなっていうふうに思っていて、えーとまあ、これに対してその、これについてまず、OO、はそは、イラショナルに、えーと、例えばショートタームな、えー、と企業の内のなんか変革とかを。 を促す,、まあ、せかすそういう可能性があるっていうことを、あのまあ、浅尾さんもおっしゃってた通り、結構クリアに示せていたのかなっていうふうに思っていて、あの、そうですね、まあ、やっぱりその、ボーターが多い産業、あこれは L5 なんですけども、ボーターが多い産業、えっと、ほど、まあ、よりその介入するようなインセンティブがあるとか、あとは、その、そういうボーターに対して少しでも、まあ、その、早く、 何かしらの,その成果を見せたいっていうことで、まあ、拙速になって、あの、何かこう、あんまり、その、長期的にはベネフィシャルじゃないような政策とか、まあ、企業内の変革を促してしまう、押し付けてしまうっていうのが、まあ、ある程度あり得るのかなっていうふうに思いました。で、でただ、あの、これは、あの、まあ、ちゃんとその CG からもエンゲージャー来ていて、で、まず、えっと、一つ目が、えっと、リアリスティック、えっと、そうですね、二つ、まもにたつ言うと、一つ目が、 そのリアリスティック・コンパラティブとして別に会社が、あてか発展途上国が、しかもその政治家の直々の,その指導のもと、何かこう本当に企業の,その長期的な利益をぶっ壊すようなことをどんどんさせるのかっていうのは、あのっていうとまあそうとは限らない。なぜかっていうと、あのそういう、えっと、事業のなんか改革とかということについて、ある程度は専門家にデレゲートする可能性があるっていうのが、まあそ,のえっと、そうですね。 まあ、でコングロメレートがメインのコンテクストかは分からないんですけれども、ある程度その、例えば M&A とかの、うん、専門家とかにデレゲートするのではないかっていうのは、ある程度取れるのかなっていうふうに思いました。で、えー、っと、そうですね。で、インコーポレーティングとローカルコングロメレトは、まあ、そうですね。一つのコンテクストとしてはあるのかなっていうふうに思った反面、これが本当にこうマジョリティオフコンテクストなのかっていうのはちょっと分からないかなっていうふうなのが、最終的な結論です。うん で、2つ目にその CC 決断はなく、ちゃんとその、ウォーターアカウンタビリティもある程度あるよっていうのが、確かお、えー、ごめんなさい、えっと、ウィップの方からも来てたような、えー、来ていて、えーと、ウォーターアカウンタビリティがあるから、その自分たちの税金でその変なことを会社にさせていないのか、会社に損をさせていないのかとか、税金が無駄になっているのかとか、その投資が焦げつかないのかっていうのを、まあ、ある程度そ、まあ、その、監視、国民の側も監視するインセンティブもあるし、 政府の側としても気にするインセンティブはあるっていう話はされているので、えっ、ー、と、まあ、そのインセンティブレベル、で最終的にそのインセンティブ of、uh, countries and how are they going to interact with companies っていうところになると、うん、まあ、最終的にその CG が、まあ、のある程度、その、うん、イラストとかを伴いながら、あの、カンパニーが会社によって制御されるっていう、まあ、一つ目にキャパシティがあるっていう話。 まあ、これはコンセではもちろんあるんですけれども、その、例えば、えっ、ー、と、デレゲーションの話とか、えっ、ー、と、専門家に委託するっていうことですけども、えっ、ー、と、イラストとかもされていて、で、あと、インセンティブのところでは、まあ、かなりクロースではあるんですが、まあ、あの、まあ、結構、その CG から応援,応援に対するエンゲージメントとして、まあ、その、ボータ・アキャントビリティとかの話とか、えっ、ー、と、デレゲーションの話とか取れば、まあ、そのインセンティブレベルでも、そんなに、なんというか、 無責任なその行動をしないのかなっていうふうに取れて、まあそうするとまあうん、かなりクロースであるんですけれども、まあ、若干その、まあインパクティングっていう話も、正尾さんのほうから言ってたと思うんですけども、CG の方に部があるのかなっていうふうに自分が取ったっていう感じです。 まあ,あと、あれ、なんかその3人とも CG 大なり王だから、ほっとくとあんまり話が進まないと思って、もう一つ話を足すんですけど、えっと、今の話も踏まえて考えると、そのアカウンタビリティとか、どういう行動を取るかっていうインセンティブの話は、まあ、結局、政府が選挙と投票者の影響を受けるっていうところまでは王と CG 言ってるけど、じゃその実際にボーターがどういう。 思考を持っててどういう投票コードを取るかっていうところは多分どっちも言えてないから、なんかそこでの結局はつけがたいかなと思っていて、うんうん、で、まあそれをどっちも自分に都合の良い,い方に取れてるとしたときに、その後どういう説明があってどういうケースになってるかっていうのを考えると、往は、その企業がやりたいビジネスができなくてプロフィットが下がるっていうのがなんでディベロッピングカントリーにとってハームかっていうと、そのディベロッピングカントリーの、まあ、ストックプライスが下がるっていうのも、 そうなんですけど、じゃあそのオポの世界でコンパラティブどうベターかっていう話でいくと、MNSC、うん、が自由に企業活動して収入増えて、それがサクシデーションにつながるっていうのが、まあ、主な話だったのかなと思っていて、なんかまあ、別にインパクト他にも、なんか、いろいろ言いよはあると思うんですけど、この試合だったら、あんまりそこのインパクト伸びてなかったんじゃないかなと思って、うん、まあ、それと比べると CG のインパクトのとか、 そのコンパラティブの方が伸びてたかなっていう印象です。そうですね。うん、確かに、まあ、僕もその往々の,その話のたどり着く先は、その MNC が自由に行動して、業績も良くなって、それがトリクルダウンするみたいな話なのかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、本当にこのシナリオが来季なのかっていうのは。他 この比較に持ち込むべきではないんですけれども。うんうん。まあそうですね。ちょっとダウンド内でダウトをかかってたことでもあるのかなっていう気はしていて。そうですね。まあその CG のそのコンパラティブのイラストの方がより現実味があるのっていうふうに個人的に感じてしまった。だから CG のインパクトを重みに取ってしまっているっていうのは正直あるかもしれないです。良性はどうですかえっと。 それぞれのサイドのコンパラティブでどういうインパクトに最終的につながるのかでそれの比較とかについて何かこう付け足すこととかあったりしますかあいやなんかさっきは普通にその「O」がもし上回るとしたらっていうその可能性のウイングだ,だったんで、うん、ちょっと全大体全部ゆいちが言った言ってくれてるからあんまり出たことないかも。うん ここに関しては。ああ。わかりました。そうですね。若干。あ、わかりました。ありがとうございます。